皆さんこんにちは。今回は、最近思わず回してよかったガチャ教えて、といったトピックをまとめてみましたのでご紹介します。早速ご覧ください。最近思わず回して、とてもよかったガチャを教えてほしいです。私はイライラ棒ガチャです。つい懐かしくて、あんまり人気ないけど、音もなるし300円でいいの?って思いました。そのイライラ棒ガチャはその場でカプセル開いて、そのまま本体って感じでした。結局息子にあげました。バスの降りますボタンのガチャ、400円。たまに一人で押して楽しんでいます。かわいい。そんなのもあるんですね。楽しそう。2歳息子のお気に入りのやつ?私はトムとジェリーのカプセルヘアクリップやりました。300円。ジェリーとパンケーキが出ましたがかわいいです。私もこれやってジェリーとタフィーのやつが出ました。クリップが左右取り付け可能なことに感動した。私はトムとジェリーのかくれんぼフィギュアやったよ。マッスル以外ゲット。かわいい。QBB 型抜きチーズキーホルダー、400円。懐かしって興奮しながら回した。トラが欲しかったけどカニでした。カニ買ってるからまあいいか。カニ買ってるんだ。これ、チーズはプニプニするよと書いてるけど、カッチカチだったんですが。給食の時新幹線だとがっかりだった記憶。私は新幹線だったよ。私もやった。コアラとカニが出ました。ミニチュアミラーアーム、300円。黒狙いだったけどパープルだった。私は再販でやっと見つけた。私も再販でゲット。欲しかった黒は両替している間に前の人が引き当ててた。パープル ×2個出たけどパープルも可愛かった。娘に、あ、ママが持ってる鏡のやつじゃんって言われました。はい、アラフォーです。私はめったにガチャしないんだけどこれはあまりの可愛さに回した。もう一つ黒欲しいなぁと思って次の日にまた行って中を見たら、スカスカだったから次がホワイトで、次から黒カプセルの連続なのが見えた。ホワイトいらないかなと思って回さずに帰ってしまい、今日また行ったら全売り切れだった。バカバカ。私も黒欲しかったけどピンクだった。パープルも可愛いよね。私も昨日再販を見つけてゲットしました。すごい人気で、もう回せないと思ったので嬉しいです。グリーンとピンクが出ましたよ。DM 三井製糖のミニチュアミラーコレクション、300円。上白糖でした。小さいけどちゃんと鏡として使えます。雪印メグミルクの乳製品シリーズ、300円。可愛いですよ。雪印ソフトかとろけるチーズが欲しい。近くのガチャ探してみようかな。見つけて即やったー。何個も欲しいのがあったから回してしまった。雪印のポーチとエコバッグシリーズは何回もやった。バッグが欲しくて。雪印カマンベールガチ勢だからマジ欲しい。スーパーで298円の時に30個ぐらい買ってる。冷蔵庫になくなると不安で仕方がない。ライバル社の四つ葉のこっちも好き。地元パンガチャ。パンシリーズもいいよね。カラフルベコの赤欲しいなって思って回したら赤出ました。おしゃれ魔女ラブ&ベリー、300円。世代ど真ん中すぎてやってしまった。運よくダブりなくストレートでコンプした。いいなぁ。これどこ行っても置いてない。並ぶんです北欧ライフのクマちゃん、400円。一番いらないなって思ってた青い帽子かぶってる子が出た。可愛いけどね。この白クマ有名?なんかのキャラかな?見覚えがある。もともとフィンランドかどっかの銀行のノベルティグッズのキャラじゃなかった?私これ、青い目の子が出た。ええ、私、青い帽子の子目当てに2回回したけど、コーヒーと青い目のが出てがっかりしてた。え、交換したいです。前のキーホルダータイプもいらないなって思ってたグレー出たんだよな。これって貯金箱?本家は貯金箱でガチャガチャは貯金箱風に背中に線が入ってるけど、実際何も入れられないようになってます。お尻にお金取り出す時用の蓋もついてて可愛いですよ。シルバニアのミニチュアガチャガチャ集めてました。ミニフィギュアが入ってて可愛いです。200円でした。これ何個か買った。中が立体で可愛い。リカちゃんも同じようなのあったけど、アクリルだったのが残念。可愛いけども。クレヨンしんちゃんの待ちぼうけ、300円。表情が可愛いのよ。白ではなくて延長。これはこれで面白い。一番右大当たりやん。なんで組長?私も延長先生組長が欲しいわ。マサオ干されてるやん。は、誰か足りないと思ったらマサオくんじゃん。シークレットだと信じてる。Q
気づいてやれなかった。ごめんよマサオ。クレヨンしんちゃんのぷくっとリングも可愛かった。こちらは200円。でもこの前3000円くらい使ったけど、クレヨンしんちゃん仮面が出てこなかった。家にネネちゃんとウサギだらけだよ。橋本美男猫の彫刻ガチャ。500円とお値段が高めなので、行くたびに1回だけ回してやっとコンプしました。どの子も可愛くてお気に入りです。ヨーロピアンシュガーコーンライトのガチャ。リアルで可愛かった。ミニストップのハロハロマスコットのガチャでラムネが出ました。透明感があって美味しそうです。300円でした。日高屋ガチャやりました。中華そばかタンメンが欲しかったけど、爆弾炒めも可愛くて揃えたくなってしまった。インテリアに丸。ワニが当たりました。200円。これ可愛いな。クジラが出た。めっちゃ可愛いわー。回してよかったよ。前に椅子バージョンがあってミニチュアダックスフンドが出た。これ欲しい。仮面ライダー電王の推し活イマジン、400円。リュータが出たよ。躍動感はロタ。私を押してもらうのに良さそうと思ったら、欲しくなってきた。ウラタロスとユータロス出ました。最近電王を YouTube で見てたのでタイムリーで嬉しかった。こんなんあるんだ。電王懐かしい。ユータロスやばい。モモタロスが欲しいな。大人になって唯一見たライダーだ。欲しい俺参上。キャンメイク東京のミニチュアコレクション、300円。再販でようやく見つけて回した。ネイルの青が出ました。私も青出た。あとチークが被った。見た感じマシュマロフィニッシュパウダー少ないように感じた。私も買いました。前回でなかったパウダーをゲットできました。マシュマロフィニッシュパウダー狙いだったので、ちょっとショックでした。でも可愛い。パンダコパンダのポーチ。上段の2つが欲しかったのに、下段のが全部2、3個ダブって上段の2つだけでなかった。向きになって回し続けなきゃよかった。量を感じる目印アクセサリー。ブルーハワイが出て傘につけました。どれも可愛い。200円。レトロポータブルプレイヤー。500円でこれ回しちゃったよ。本当に録音再生できてすごい楽しい。カセットを入れたり取り出す時のカシャッもいい。すごい実用的。昨日回して一番外れのカセットのみが出た。マクセルの MD のガチャ、300円。つい懐かしくて衝動的に回したわ。こんなのあるんだ。色が可愛い欲しい。うわぁ懐かしい。ブルーのしましまよく使ってたな。私も。マイベストソング入れてた。キテちゃんの懐かしアイテムミニチュアコレクション、300円。ちょっと前のだけどこれやった。全部可愛すぎる。こういう全部可愛いって方が、結果ガチャガチャやるよね。よく外れみたいに可愛くないのが入っていて、当たりが出るまでやらせようって魂胆が透けて見えているのがあるけど、外れがあるならやらないって諦めちゃう人のが、この物価高の中なら多いと思う。昔ながらの社交心では釣られないよね。レトロキティが好きでコンプした。ミシンがお気に入りです。サンリオのガチャはクオリティ高くてしかも可愛い。これの目覚まし時計、子供の頃に持ってて懐かしくて嬉しくて回したよ。2回目で目覚まし時計取れて嬉しかった。このキティちゃんの電話持ってた懐かしい。見つけたらやろう。ミスタードーナツのリンコレ、300円。リングです。可愛いよ。私もこれ。コーヒー狙いで回したけどチョコレートが出た。こういうの買う人は実際につけてお出かけするの？家にディスプレイするかガチャ詰めポーチに入れる。なるほど。ガチャ詰めポーチ画像検索してみた。かわいいね。目印アクセサリー、塊魂。コンプしました。1回300円だよ。かわいい。見たことない。今度ゲーセン行ってみよう。いちごちゃん欲しかったのに一番欲しくなかった王様出たよ。他人の家の秘伝カレーレシピ。200円。西村家のレシピ入ってて、本当に手書きのやつでびっくりしたわ。これはくっそウケる。写真の大きさから、望月家が当たりなんですかね？戦国武将コレクション、300円。信長出ました。ピュレ組のガチャ、300円。ピュレ組好きだからついつい。丸宮商品のガチャガチャ。マーボナスをゲットしました。300円。のり玉めっちゃ欲しい。ロッテのパスケース、300円。美味しいお菓子がパスケースになってる。欲しかった小梅ちゃんが出た。ええー、いいな。私小梅ちゃん狙ってたのよ。これ回したい。どれもいいね。伊藤ハムのミニソーセージコレクション、300円。これ回した。キテちゃんのが出たよ。
柔らかいのかと思ったらカッチカチだった。カプセルプラレール、300円。電車好きだからこれ回した。息子も喜んでダブルハッピー。ブレンディスティックのミニチュアチャーム。ココアが欲しかったけどキャラメルオレが出た。私は紅茶オレが出ました。作りがしっかりしていてよかったです。コースター探してる時にちょうどチュッパチャプスのガチャ見つけて、可愛すぎたからコンプまで回しました。1回400円でした。表面にデコボコがあるから水滴を受け止めてくれるし、タンブラーも滑らないしですごく使いやすくて大満足でした。ドラゴンクエスト大の大冒険のカバンストラップ、300円。アバンストラッシュとカバンストラップかけてるんだね。粋だね。メゾピアノ。子供の頃買ってもらえなかったから今メゾピアノグッズ集めてます。300円でガチャできるの安くて嬉しい。ハリーポッターのガチャです。カエルチョコレートが出ました。これは500円。最近のガチャガチャは高いけどクオリティがすごい。私はカエルチョコ欲しくて回したらハッピーバースデーと入学の手紙が出たよ。またしたいけど高いしな。ハッピーバースデー以外が欲しくて回したら一発目から出たので2回やっちゃった。その後タリーズの前を通ったらハッピーバースデーが900円で売ってた。戸惑った。ピクミンのガチャできた人いる？どこ探してもないんだよね。ガシャポン公式サイトで設置場所検索できたと思います。けど、私の県内は発売して5日ほどであっという間になくなってました。お店によっては回数制限つけるくらい人気でしたよ。再入荷してもその日のうちに売り切れるくらいに人気です。水ピクミンと赤ピクミンが出た。もう一回回したかったけど後ろで待ってる人がいたからやめた。埼玉ですまんけど8月入って川越で見た。一人2回までって制限かけてた。たまたま発売日にガチャ売り場見たらあったから友達に LINE して2回だけやったよ。回数制限もしてたけど並んでる人がいたらって文言付きだったからか、いない隙に何回も回してる人、親子がいた。ピクミン人気すぎて、近くのイオンのガチャはその日に売り切れ。あとフィギュアが付いたグミもすぐ売り切れたよ。本当人気よね。たまたま先週行ったところは制限もないし、ピクミンガチャの台数もかなりあってみんな普通にコンプしてた。私もコンプした。なくなったら次から次へと補充されてたよ。発売日にちょうど通りかかったので、一人4回まででしたが、子供と1回ずつで3回回しました。12時開始で12時20分には売り切れていました。ショッピングモールの中のガチャコーナーでしたが、入荷があった日は12時に出すと決めているそうです。優しい気持ち雨の日編、300円。柴犬目当てで2回回したけど、カワウソと猫が出た。どれも可愛いからいいけど。星雲のボイスチャーム、500円。これ買ったけどおなじみの CM が流れる。ワンフレーズ歌うしイライラした時に聞いたら落ち着く。あらやだ、買おうかしらって思っちゃった。歌うんですね。興味ある。近所のガチャ売り場にずっとあって気になってる。次見かけたら回してみようかな。今日やって、黒のが出たよ。何これ欲しい？癒されたい時落ち込んだ時とかにこの歌聞いたら涙出るかもしれない。今日ついに回したら星雲バイオレットが出ました。音量が思いのほか大きかった。何度も聞きたくなる。まんじゅう猫、300円。プニプニしててすごい可愛い。通勤猫も可愛いです。猫は可愛いガチャグッズいっぱいあっていいな。犬はなかなかない。わかる。あったとて柴犬とか特定の人気犬種ばかりで、もう少しマイナーな犬種のも作ってもらいたい。お野菜の妖精が好きだった。ほぼ全種集めたよ。一回300円。ちいかわのライトブレス、300円。やったけど、まだ勇気がなくて身につけてはいない。私はカバンにつけてるよ。そっか、腕に巻かなくてもいいんだ。ありがとう。夏祭りでつけよう。ちいかわで300円は安いしかわいいね。最近ガチャったもの、ちいかわおチョコ。かわいいですね。欲しい？ちなみに1回おいくらでしたか？1回500円です。ちいかわ興味なかったけどこれはかわいいな。帰りにガチャできるとこに寄ってみよう。人気みたいだし売り切れてそうだけど。これ欲しかったけど売り切れてた。フリマアプリに多数出品されてるよ。私もダブったものは出品してます。桜クーピーのポーチ、300円。ガチャガチャにしては裏側の生地がしっかりしてて使える。エビチビ、300円。エビ線がリアルですごく可愛い。一回だけやったけど金太郎が出たよ。ただ回る椅子ガチャ300円。茶色のやつが出た。
旦那曰く、パチンコ屋の椅子と同じらしい。内部のミニチュアコレクション、300円。これ一番左のやつ欲しいと思って回したら1回で取れた。ミニチュアペンライト、400円。ブルーが欲しかったけどレッドだった。でも満足です。コンプ目指したけど赤だけでなかった。子供がやってた。紫が出てた。もじょじょじょ、500円。めっちゃ可愛いよ。いいですね。今度ケンエレスタンド行くから絶対回す。青い猫ちゃん欲しい？これ楽しみにしてて入荷日にガチャ屋で、今日入ってきたから順次出していきますって言われて、1時間後に行ったらもう売り切れてた。悔しくて他のガチャ屋に行って6回回したけど、猫ちゃんだけでなかった。このガチャ、ずっと探してるけど売り切れで出会えない？6回やってコンプできた。どこもすぐに売り切れてるみたい。たまごっち、目印アクセサリー。これ、思ったより大きくて回してよかった。お気に入り。よくお言うとマメッチが欲しかったな。このガチャ330円なんだ。画像のは箱売りの値段で、実際の機械で回すやつは300円だったよ。ガチャどんどん高くなってない？ 300 円以内ならやるけど、400円以上は欲しくてもためらう。喫茶店に置いてあるルーレット式おみくじ機のミニチュアが500円だったけど、迷わず回した。もう一個欲しい。ちいかわ系は500円の多い。狙ってるのはモモンガだけど8割率高い。京都系のやつやった。最推しのウサギ出てめっちゃ嬉しかった。500円は高いけど電池交換もできるしいいよね。なんなら1500円のガチャとかあるよね。1000円ガチャならやったことある。シートマスク1枚出てきた。私エヴァの1500円ガチャやったことある。値段びっくりしたけどどうしても欲しくて。綾波レイのフィギュアでほっか無理のと、普通のがあって、普通のが欲しいのに、ほっか無理2回連続出て諦めた。あれダブルのマジできつい。コロナ前にキノコにカエルがくっついてるリアルなフィギュアを回したけど、500円とは思えないくらい精巧な作りだった。2年ほど前にメルカリで売っちゃったけど500円で売れたし、なんならもう少し高値で売ってる人もいたよ。ミッフィーと一緒マスコット、200円。パパママ以外がいいな、パパママごめんと思ってたら、パパママが出た。おパンツかお化けが欲しい？逆にお父さんお母さん欲しくて何回か回したけど、お父さんお母さんだけでなくて断念した。可愛いけど、なぜ水着がトップレス？ミッフィーちゃんのラバーコースター、400円。船が欲しかったけどオレンジのお月様が来た。これもこれですごく可愛くて気に入りました。サンリオキャラクターのミニチェスト、500円。私はこれです。狙ってたポチャッコが出て嬉しい。先ほどのマリクワやこれはアラフォー以上にはたまらなく可愛いですね。ミニコームもついてるのいいなぁ。可愛い。サンリオのいちご新聞、アクリルマグネットも可愛いよ。マグネット集めてるし、サンリオ好きだから欲しい。マロンクリームちゃん可愛い。これ置いてある場所少ない上にすぐ売り切れるから、探すの大変だったわ。3回回して、キキララ、プリン、ハンヨドンが出た。本当はもっと集めたかったんだけど、早い期間にもうすでになくなってから再販してほしい。もっと、奮発して回せばよかった。これめちゃくちゃ可愛いよ。私キキララ推しだから羨ましい。4回回したけど、違うキキが2つとコチャッコとメロクロが出た。デザイン的にボーダー背景2つと大きいハートの背景2つだからバランスいい。って自分を納得させてる。種類多いからもっと欲しくなるよね。サンリオの寿司、300円。ケロッピが出たけどシナモロール推しだからまた回してくる。シルバニアの赤ちゃんとお出かけポーチ、500円。気球のが出た。縦型が欲しかったから OK。ただ、中に入れたいのはトイプードルの赤ちゃん。全然売ってないんだけどもう売らないのかな？お札ハンカチ新札ハンカチコレクション。H が欲しかったけどユキチだった。ちなみに300円です。何のサドルカバーが欲しくてやっと見つけた。400円だった。サドル破れてるから欲しいかも。自転車につけれるの？ミニチュアじゃなくて？だったら欲しい。一般的な自転車のサドルにつけられますよ。先端に色ついてるやつは漏れちゃったみたいに見えそうでちょっと勇気いる。カラフルベコーズ宝石マスコット、200円。可愛いからつい。青ベコが出た。ガチャガチャや店員です。これ欲しかったけど入荷してすぐ売り切れました。これは5回はやるな。200円安。やりたいかも。これ娘が探してるけど全然ない。リカちゃんのシューズコレクションでリカちゃんの靴集めてる。300円。かわいいよ。
セリアの失敗したから、買ってみようかなー。お安いし。娘がリカちゃん好きなので私が3回回して黒のハート、赤、白が出ました。これ以上回したら被るかなって思って止めましたが、ピンクも欲しかったです。子供の時大好きだったカシオ電子手帳のガチャ。300円でできます。コンプリートしました。こういうの好き？あとゲーム機や家電のミニチュア系。めっちゃ懐かしい。うわぁ、懐かしい。これは欲しくなりますね。めっちゃ懐かしい。これ欲しかったなぁ。お姉ちゃんはこれがもらえて、私は姫ちゃんのリボンだったな。ナルミアのキャラが大好き。中村くんとかベリエちゃんとか可愛い。この500円のポーチも使ってるよ。レトロ水筒のガチャ、400円。本当に水入れて遊べる。牛乳パックミニチュアチャームガチャ、300円。デイリー牛乳欲しくて引いたら2回目で出てくれた。地元の牛乳が2つもある。私もやってきます。フレーバーズのガチャです。500円。今日ボーナス出たので浮かれて回しまくってきた。フレーバーズ欲しい？バーガーは絶対当たるまで回しそう。めっちゃ可愛い。この中のやつ全部欲しくなっちゃう。ガチャ探そう。いいですね。素敵なボーナスの使い方。インビスのエコバッグ、500円。2回回して、食べっ子動物と水族館が出て満足です。1回回して水族館が出ました。ポーチの方はコンプしましたよ。待ちぼうけシリーズ、300円。最初は興味なかったのに、だんだん可愛く見えてきてついに回してしまった。思ったより小さかった。おこわが出たよ。これなら並べて飾るからダブってもいいかも。ドラゴンボール悟空のガチャ。500円だけど好きだから。身勝手の極意が出た。これ、今日子供がやってきた。一番左のスーパーサイヤ人だったよ。結構よくできてるよね。これのヤムチャが可愛くて一発チャレンジしたんだけど出なかった。キャベツを食べるウニのエコバッグ、500円。ちょっと前に和歌山の水族館でやった。エコバッグ小さかった。紫持ってます。エコバッグマジ小さいですね。屋台のレンペンケース、300円。どれも可愛い。ベビーカステラが出たよ。プラレールのトーマス、300円。子供2歳がやりたがったからこれ回したらさ、まさかのレールだけだった。よく見たらトーマスたち当たる確率の方が低い。子供は一瞬、これだけ？って顔してたけど、意外にもレールをお気に召した様子で、帰り道ベビーカーでずっと遊んでた。レールだけ。ショックだわー。でも気に入って遊ぶなんていい子だね。次は狙ったものが出ますように。同じの回してもトーマスたち出る気がしなかったから、レールで満足してくれて助かった。後日こちらを回して無事トーマスが出ました。ポーチのガチャがあったらやっちゃう。入れるものないのに。今日はピノのやつ。これ300円でやった。ピノ好きだから今度見つけたらやります。MT ポーチのガチャこれ何気によかった。左上のが出たんだけど、ちょうどいいサイズ。リップクリーム、飴、ガム、絆創膏入れてる。一番欲しかったのは黄緑のやつだけど、細長のも欲しかったなぁ。2回やればよかった。出るとは限らないけどね。ポンジュースのポーチが欲しくて300円でついガチャったわ。トートバッグ狙いだったけどポーチ A が取れた。かわいい。ポーチもついやってしまう。たまにペラペラすぎるのもあるけど、当たりだとまあまあ生地がしっかりしてて、バッグの中でかさばらなくていいのよね。私もポーチやエコバッグなど、実用的なものばかりしています。最近の戦利品はクピラムフレンズレトロフルーツエコバッグです。300円。これすごく可愛いね。ジャックフロストのガチャ、300円。個人的にジャックランタンも欲しい？並ぶんです、チャチャなお相撲さん。今一番気に入ってるガチャで300円。すごく可愛いから8回も回したのに、コンプできず。また回します。アンモニャイト、200円。グレーの子が当たったよ。めっちゃ可愛い。私もやりました。200円なのに結構クオリティが高いし、可愛いですよね。アミューズはカプセルトイ、あの時消されたイルカです。お2024年7月に発売する。価格は1回300円。これやりたいですね。可愛いね。あの変なおばさんとか犬とか猫も作って欲しかった。カエルだっけこんな顔だったかな？今の若い子は知らないかな？可愛いけど、ただのイルカだよね。目が違うのかな？豆本、500円。走れメロスが当たった。中を読んでやろうと思ったけど、想像以上に細かすぎる字にクラッときてやめた。
ケンエレファントっていうメーカーのガチャが好き。いいよね。高いけどクオリティ高い。いろんな駅構内に出店してるから、見かけると思わず回しちゃう。このミシンのガチャ、500円ですが、カラーが可愛いしギミック多いしで大満足なガチャでした。動かしすぎたのか針が上下しなくなってしまったので、もう一回やろうか悩み中です。いいな、これ可愛いよね。探してるけど見つからない。ちいかわ討伐シーンフィグア、500円。でかい鳥が当たったよ。私も、あの子狙いだったけど。今日初めてこのガチャ見かけたから回した。豆腐が出たよ。あの子が欲しい。本物の化石が入ってる化石ガチャ。直角石が出た。昨日科博行ってやったら卵の殻だった。以上となります。皆さんは最近回して良かったガチャはありますか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。